はい、パーソナルトレーナーのユージです。今日はその食べ物には十分なタンパク質はありますか？ということで、先日ね、豆腐は食べませんというタイトルの動画をアップした時に、かなり反響が大きかったんですけれども、まあそもそもね、低カロリーでタンパク質がいっぱい取れるからということで、豆腐を食べてる、ダイエットに豆腐を食べてるという人は多かったと思うんですけど、まあそれに対してね、ちょっとびっくりした声もあったりとか、まあいろんなね、反対意見もあったりもしたんですけれども、まあちょっとね、ここのところでね、まあコメント欄にもあったんですけど、じゃあ納豆はどうなんですかとかでいろいろコメントでね、質問があったので、そこのあたりも踏まえて、ちょっともうちょっとね、いろんな、食べ物についてちょっと見てみようと思います。この間、前回のね、その動画で、紹介したのは豆腐だったんですけど、まあ豆腐のこのまず成分表を見てみましょうか。豆腐の成分表で、まあ絹ごし豆腐と木綿豆腐の成分表ですね。まあこの作り方によって多少のね、バランスが変わってくるということですけれども、まあ炭水化物はそれほどでもないですね。ある、そんな多いわけでもないです。で、タンパク質が 100g につき、それぞれ 5.3g と 7g、脂質が 3.5g と 4.9g、それ以外は水ということで、まあ、88.5g とか、85.9g あるということで、皆さんが思っているよりも、100g の豆腐、つまりこれ、まあ、1丁が350g なので、だいたい半丁ぐらい食べるので、この1.5倍ぐらいあるわけですけども、まあ、100g 単位で言うと、それほど思ったほどタンパク質が入ってないということですね。やっぱりね、食事の中に、筋トレをしてダイエットをする場合には、やっぱり 20g から 30g ぐらいのタンパク質はやっぱり欲しいわけですね。そうすると豆腐の場合には、最低1丁食べなきゃいけないし、1丁でもまあちょっと足りないかなという感じになってしまうということですね。木綿豆腐の場合だと 400g、1丁以上、1丁と、3分の1ぐらい食べないといけないので、まあそれはちょっとね、なかなか食べれないなという量になってくるわけです。で、それから、質問のあった納豆ですね。納豆 100g の成分表ですけれども、炭水化物は 12.1g、タンパク質は 16.5g、脂質が、10g、水が 59.5g ということで、100g で言うと、豆腐よりも、納豆、というね、大豆そのままの方がタンパク質は、まあ、多いということになりますが、納豆1パックというのが 100g ではなく半分の 50g ぐらいなので、この成分表をもう一回見てみると、その半分になるので、それぞれ炭水化物 6g、 タンパク質は 8.2g、 脂質は 5g という感じになりますので、ワンパック、まあ、だいたい通常ね、ワンパックしか食べないですけど、それだと、8g のタンパク質ということで、これまで多分思ったほどなかったんじゃないかなと思うんですね。さっき言ったね、やっぱりね、20g ね、まあ、男でね、結構トレーニングしてたら、やっぱり 30g ぐらいはやっぱり欲しいというところなんで、そこに到達するには、納豆を3パックから4パック食べなきゃいけない。これはきついです。吐きそうになります。なかなかきついね。まあ、ワンパックだけだと足りないので、まあ、そしたら他のものもやっぱりね、タンパク質取らなきゃいけないという感じになってきますよね。卵ですけれども、卵 100g のうち、炭水化物 0.3 で、これはほとんどないということ。タンパク質が 12.3g。これ白身も黄身も含めた、ですね、全卵ということで、の数字ですね。で、脂質が 10.3g、水が 76.1g。ただこれも、卵1個の場合には、小さめの M というので 50g、大きめの L という卵だと 60g で、その 60g の方で L で考えてみると、タンパク質は 7.38g、脂質は 6.18g という感じで、納豆1パックと卵1個は、まあ、大体、タンパク質に関しては似たような 7、8g という感じになってくるので、これを 30g 食べようと思うと、卵を4個から5個は食べないといけないという感じになってきますよね。これも、なかなかね、食べれなくはないですけど、卵僕もね、4個5個食べる気ありますけど、まあ、気分的にはあんまりね、食べたい気がしない料理になってきちゃいますけどね。それから、魚で、魚は代表と一応、この鮭を選びました。サーモンの場合、一切れがちょうどね、だいたい一切れちょうど出て 100g ですので、炭水化物は 0.4g、タンパク質は 16.9g、脂質が 0.9g ということで、まあ、魚になると、ちょっとやっぱり 100g あたり増えてきて、ちょうどね、一切れぐらいは食べる量ですよね。ただ 16.9g、まあ、17g ですと、ちょっとやっぱ少ないので、まあ男の人だとやっぱり、
ね、2切れ欲しいなということで、まあ僕がね、男性の人に、どこでね、外食食べたらいいかという時に、まあ大戸屋みたいなそういう定食屋で、魚定食を頼んで、それにもう1個魚をつけてくれ。まあ多分100円やそこらでもう1個つけれるんじゃないかなと思うんですけど、それを足せば、まあちょうど良くなってくるという、そういう量ですね。そして、最終的に出てくるのはこのささみですね。ささみ 100g の場合、炭水化物は0、タンパク質は 24.6g、脂質は 1.1g。で、これは、ささみ1本は 55g ですから、だいたい2本食べれば、これと同じぐらいの数字になってきますので、まあ2本ぐらい、まあやっぱりささみね、食べるかなと思うんですね。そうすればもう24、まあ24.5g 取れるので、結構もう2本で十分な量になっていきますね。まあこれ、まあ僕なんかは3本以上全然食べますけれども、そうすると全然 35g を超えてくるという感じになってきますよね。これを見るとやっぱり、前回も言いましたけども、やっぱり鶏肉ささみを食べるとかなり効率よく、タンパク質が取れるということがわかりますよね。で、結構ね、なかなかささみが食べれなくて、まあもも肉を食べてしまう人もいるんですけど、これもも肉だとどうなのか。もも肉だと、タンパク質が 16.6g に落ちてます。脂質が 14.2g に一気に上がってます。まあ、ここですよね。もも肉にしちゃうと、脂質がとにかく多すぎちゃって、まあまあ、とてもじゃないけど、引き締まった体作りにはかなり難しくなっていくので、だからやっぱり、ささみの方がいいですよ。まあ、もしくは鶏の胸肉の皮なしですかね。そっちの方がいいですよ、ということになっています。トレーニング自体もね、やっぱり効率を求めてトレーニングをしてると思うんですね。どういうのが一番効くか、どういうのが一番エネルギー消費量が多いか、どういうエクササイズが、代謝の高い、体をね、作るためにいいかということです。そこの部分の効率を追い求めてやってるので、やはり食べ物も効率を求めていくべきだとは思うわけです。そうすると、やはりね、豆腐、納豆だけで、タンパク質を補おうとすると全然追いつかないので、やはり、まあ、そのささみを入れていくと、もう十分取れるというところ。まあ、その納豆がダメというわけじゃなくて、まあ、納豆と魚とか、納豆と、ささみを食べるとか、まあ、豆腐とささみを食べるとか、まあ、そういう形にすれば、まあ、問題ないと思いますけれども、まあ、そういう感じで、一食に食べるタンパク質の総量が十分あるかどうか、まあ、これによってね、やはりまあ、もちろん毎食食べるかどうかですけども、これによって一日食べるタンパク質が十分あるかどうか、で、タンパク質の量がしっかりある方が、筋肉も当然つきやすいですけども、体脂肪も燃えやすい、体の中身になってきますので、まあ、その方が、すべてかっこいい体を作るのにいいですよということですね。まあこの辺ね、一回ね、数字を整理しておいて、どれを選ぼうか、どういう組み合わせにしようか、どのぐらい取ったらいいかをぜひ考えていって、食生活を、計画立ててやっていきましょう。はい、パーソナルトレーナーのユージでした。Go! Go!